ドラクエのさ、ドラゴンクエストのバスボールあったんだけどさ、中からね、フィギュア出てくるやつ。ラインナップガチ神だわ。伝説の魔王がバスボールになって降臨ということで、シドウ、竜王、ゾーマ、あれ？デスピーは？いや、デスピーいないわけないでしょ、みたいな。フィギュア全力士ね、ババ裏見て、いない。スライム型の入浴剤からフィギュアが出てくるよ。ドラゴンクエストバスボールロトの伝説編ということで、今回の全6章はこれなんだよね。今見た通り。竜王とシドウとゾーバ。いやでもこの3連チャンいるだけでも熱いよな。あとスライミーも可愛いんだよね。あとはぐれメタル。でも俺、いや、はぐれメタルも欲しいよ。しかし、3つあるからもうさ、魔王全部コップするしかねえじゃん。ゾーマ、シドウ、竜王ということで。あとね、バスボールもね、スライムの形になってんだって。めっちゃ可愛いじゃねえか。香りなんだっけこれ。香りがね、待ってね、ちょっと待って。香りなんだっけなこれ。香りは書いてある、あれ、待って、なんとかの香りとか書いてあるはずなんだけど。書いてねえわ、これ。何の香りだ、これ。書いてねえ、いつも書いてるよね。ドラゴンクエストの香りみたいな感じで書いてあるはずなのよ。こいてねえじゃねえかよ、お前。わっかろ、お前。まあ、シュワシュワ、シュワワーってことで、まあいいや、とりあえずね、開けて、行くぞ。俺も全部出すから。とりあえず、絶対マストなのは、竜王とシドウがちょっと欲しいなと。パカッ、おー、かわいい。 歴代一番可愛くない？妖怪ウォッチすげえさ、昔。でさ、妖怪ウォッチのやつ、ジマちゃん、じ、じ、じ、ジマニャンのさ、ジマニャンのさ、やつあったじゃん、昔。あれも可愛かったよね、ジマニャンバスボール。でもこれ一番可愛いんじゃねえか。スライムじゃねえか。それではこっから、スローイン。スローインすがね。アブラヘ、ドボン！やべ、外した、外した、やべ、外した、外したって。アブラヘ、ドボン！来た、おら。どうだ？どうだ？お、すごい綺麗！これ今日風呂にぶち込んで入ろう、これ。めっちゃ綺麗じゃん。人魚ごっこできる。人魚ごっこ、この色は。この色は人魚ごっこできるね。めっちゃ綺麗な色だ。3つ分入れるから、かなり濃い青になるんじゃないかな。いや、今日の風呂が楽しみだよ。でもさ、竜王とゾーマとシロ1個も出なかったら、全部スライムかぶりだったら、泣くよな。さすがにきついわ。さすがに、どうだ？あ、めっちゃいい匂いする。何この匂い。待って、何の匂いだろう。いつも書いてあんのにな。なんとかの匂いとかって。今回書いてないんだわ。あ、すっごいいい匂い。お肌すべすべになりそう。え、マジで、もちもち肌になっちゃう？これ、さらに。すごいいいんじゃないの？これ。いやー、入りたい。人形ごっこして入りたいわ、早く。で、来たんじゃない？見えたぞ、ちょっと。なんだ？どうだ？指導じゃない、あれ。え、指導じゃない、ガチで。あれ、指導じゃないかな？はあ、そういうことか。ブルー同士だとかちょっと見にくかったのか。そういうことね。そういうこと。でもまだ大丈夫。まだ2個あるから。くそ、でも魔王コンプできんかったじゃねえか。くっそ、魔王コンプしたかったのにな。まだ大丈夫。竜王とシドウが。え、でもゾーマも欲しいんだよね。ゾーマも。ゾーマも欲しいじゃねえかよ。出るかな、ちゃんと。それではスライムちゃんね。スライムが現れた。トゥルトゥ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 ル、イン。どうだ？スライムイン。頼むぞー。めっちゃいい匂いする、マジで。どうだ？これでスライムだったらちょっときついぞ。悪夢が実現するんじゃないか。スライム、スライム、スライムだったらどうしようって言ったさ、その悪夢が実現するんじゃないか。きついぞー。頼むぞ。え、魔法1個も出ないとかあるかな？でも、魔法だからレアっぽくねえか。大丈夫か？青いボディが見えた瞬間にちょっと、青くて丸いボディが見えた瞬間に。いや、マジで怖えわ、この待ってる瞬間、この天ぷら揚げてるこの、後ろでスライムが漂ってるのいいね。この図。後ろでスライミーが漂ってる。どうだ、どうだ。まあ、でもあと1個はあるからな。とりあえず、リオ出れば勝ちだから、リオもいいんだよ、リオだ。シロとゾーマは、まあ、後ほどということで。いや、すごいね。早くこれ風呂入りてえわ。めっちゃ綺麗。あと匂いがすごい。人形ごっこできるよ、このブルーは。すごいよ、これ。人形ごっこで。さて、もうそれ出るはず。どうだ？カモン。竜王カモン。我、覇者なり。覇者なり。頼むぞ。紫のボディを見せてくれよ。ちょっとでも紫見えたら勝ちだからな。心してみ。
待って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 、紫見えたぞ今、ポポちゃん、待って待って待って、おつけおつけ、取り戻したよ。あれ、あ、ゾーマだわ、あれゾーマのマントじゃねえか。あれちょっと待って、なんだこいつあれでもゾーでかくねでかくね、絶対ゾーマだろこれ。よし、とりあえず来た。あー、でもシドーか、リゴが良かったな。でもいいよ、あのゾーマも欲しかったから、ゾーマも欲しかったから、ゾーマの BGM は俺ゾーマ一番好きだからさ、全然 OK、OK、OK。あとは、ラスト1、ドゥルッドゥー。もうダメかもしれん。でも魔王一体来てるからね。勝ちで負けではねえよ。魔王一体来てるから。魔王。いや、魔王が一体来てるだけでも勝ち中の勝ちだからね。それでは最後のスライムが現れた。スライムが現れた。イン。あー、最後に1個だぜ、これ。泣いても笑っても最後に1個だからな、これ。やべえぞ、これで出会ったら、終了。頼む、紫のボディを。あれ、絶対もうゾーマだね。間違いない。今、チラッと見えた。絶対ゾーマだわ。ワンチャン竜王あるかなと思ったんだけど、あれはゾーマだな。間違いなくゾーマ。ねえ、このシワシワで、ゾーマ溺れてる。ゾーマちゃん助けたいんだけど、ゾーマとスライムが、両方とも逆さになってるな。ゾーマスライム。ちょっと待ってくれな。ゾーマスライム。大丈夫、大丈夫。お前ら耐えられる。全然大丈夫。余裕でしょ。そしてこれで竜王が、もう竜王とシドって、やっぱ竜王がいいな。竜王。なので竜王。竜王。竜王。頼むぞ、来てくれ。竜王。竜王。竜王。俺竜王信じて、頼むぞ。竜王で遊ぶんだ。人魚ごっこしたお風呂で。このブルーの中で。頼むぞ、大胸筋が喜んでいるぞ。特に右の大胸筋、ペクトラスメイジャー。頼むぞ、紫のボディね。紫のボディね。頼むぞ。頼むぞ、紫のボディ、紫のボディ。あ、シドが、シドが待ってるよ。竜王。頼むぞ、信じてるからな。頼むぞ、頼むぞ。あ、もう竜王だわ。なんか竜王の感じする。竜王の覇者のオーラを感じる。覇者のオーラを、覇者なり、我覇者なり。竜、ゾーマとスライムが、ゾーマとスライムが漂ってるの受ける。なんか面白いの。そしてもうすぐ見えるはずだからな。頼むぞ、紫のボディを見せてくれ。俺に紫のボディを、貴様の紫のボディを俺に見せるんだ。竜王降臨、紫ボディパワー、パポボディ、パポボディパワーがたい。頼むぞ。いやー、怖え、早く出ろや。マジで怖え、本当に怖い。頼むぞ、頼むぞ、頼むぞ。3、2、1、竜王降臨。出ね。待たせるね。これ絶対竜王だわ。ここまで待たせてスライムというか、ふざけんなって、絶対スライムじゃねえわ。これ竜王だな。もうすぐ生まれてくるんじゃないか、紫のボディが。ゾーマが待ってるよ、竜王。頼むぞ、竜王。あ、マジ怖え。頼むぞ、竜王。これで竜王じゃなかったら切れるかな、マジで。ここまで待たせておいて。待って待って。見えたか？あ、違うね。え、マジ遅いな、これ。ってことはでかいんじゃねえか。重さでまだ、竜、待って、ちょっと、今見えたんじゃない？いや、待って待って。待って待って。ん？ちょっと待って。スライムか？おい、ふざけんなよ。ブルーのボディが見、ちょっと待って待って。あ、ほえみスライムか。ほえみっぽくね、あいつ。うわー、くそー、竜王出なかったー。嘘だろー。ほえみんだわ、あれ。ほえみ、スライムかと思ったけど、くそー、せめてはぐれメタル。はぐれメタルも外したし。うーわー。マジでか。と、その前にさ、このブルー見て。すげえ綺麗じゃねえ、これ。マジ人魚ごっこスカイブルー編できるよ。人魚ごっこスカイブルー編。すごい。そしてこれ見て、これ。ゾーマ。おー！ BGM 聞こえてて、今出たホイミンね。ホイミスライム。ホイミンも可愛いじゃん、結構。あ、でもよかったわ。可愛い。これコンプしたいわ。被んなかったんだけどよかったよね。スライムと、ホイミン、スライム、いつものスライム。かわいいな、この野郎、このニンマルフェイスね。スライムと、ホイミンと、こう、ゾーマ。一個出てよかった、ゾーマ、超かけ、でかっ！あ、これ絶対、竜王と白もコレクションしたい。コレクション魂に火がついた。ゾーマすげえでけえ。超いいか、重てえもな、ゾーマな。ということで、今回の3つ、ね、これまた買ってきて、やるわ。今度は6個ぐらい欲しいよな。
全部で6種だから6個あればコンプできる。いや、で、まあ、被りもね、ゾウも被ってもいいし、あと、竜王と獅童だから、とりあえず、竜王と獅童が出るまで俺頑張ってやろうと思う。この動画をね、続けようと思う。それではまた次回、今回はゾウマとホイミスライムとスライムでした。みんなぜ、これすげえいいよ。フィギュアもすごくいい。これコレクションなんだけど、色がスカイブルーで人魚ごっこできるからスカイブルー編。これぜひね、この、あと匂い。匂い何の匂いか書いてないんだけどさ、すっごいいい匂いだよ、これ。何の、え、普通書いてあんのよ、これ。なんかの匂いとかさ。でもこの袋見る限り書いてないんだよ。伝説の匂いかな、これ。伝説のロトの匂いかな。でもすごいいい匂いだよ、これ。なんか、石鹸、まあ、石鹸の匂いだろうね、これ。石鹸っぽい匂いがする。清潔感が漂ってる。それはまた確かに、これ第二弾デスピー来るよな、きっとな。まあ、俺、ほんまデスピーだから。まあ、いいね。全然 OK、全然。ほんまデスピーだから。本番デスピーだからデスピーの前のウォーミングアップということね。デスピーサロがやっぱナンバーワンだからな。いや、このフィギュアのデスピーやばい。エスタークも欲しいしね。すげえ楽しみだわ。それでは今日はね、ゾーマバイバイということでこれで終わりにしようと思います。いや、ゾーマ出てよかった、マジで。一瞬この色見た時竜王だと思ったんだけどね、竜王。一瞬竜王だと、ちょっと間違えるじゃん。でもこうよく見たらゾーマだったっつうね。いや、騙されたわ、一瞬。そのワクワクも楽しかったな。ワクワクも。すげえ。なんかこれフィギュア、全然違うの顔の。これそうだよね。これフィギュアだよね。まあ、こっちがちゃんと作られてるのかな。あ、でもまあいいでしょう。全然。うん。おー、いいよ。多少違うからね。多少はね。とりあえず、ゾーマ、出てくれてありがとう。うん、本当に。ゾーマ出なかったら、ちょっと、きつかった。魔王行ったよね。出ないとね。ありがとう、ゾーマ。すげえいい感じ。超コレクションしてる、全種。